ちょっと待って、長すぎて渋滞ガチクソ、もう疲れた。なんで渋滞ってこんなテンション上がんないんだよね。疲れた、もうジューシー、うん、お疲れ、お疲れ、お疲れ、マジでありがとう、お疲れ。なんかジュン、こないだ空飛んだって言ってたけど本当なの？ああ、最近空飛んでんだよね、俺最近どうやって飛んでんの、それ？足？うん、プロペラみたいなのつけて。飛べるんで。自分で開発したの？もちろん。あ、開発とかするの？するするする。その能力あんの？あんまりその世間に言ってないんだけどまあちょっと見ない、ここで言ってほしくなかったんだけどネタバレしちゃった。あ、いや、俺自分の力で飛んでるもんだと思ってた開発系だと思ってた飛行機系ってこと？そう、機械みたいですけど、まあ、若干ね、若干バレないぐらいの。なんか発表したら結構ね、そんなにそうなんか、いやいや、金の匂いがビジネスにつながるよ。いや、その趣味でやってるから、なんかあんまりそういうえ、ちなみにどういう音をするの？音？うん、音、これ言っちゃうか。まあ、その、なんて言うんだろう、音タブーだろ音結構すごくて、うん、このピョピョっていう、その、そっち系なんだよ。あ、そうなんだ。すごいな、空飛んでみたいな、俺も。ケンスケも白飯があるって聞いたけど、それ本当なの？ああ、見ての通り普通に見ての通り。ああ、それは本当か。うん、いや、見ての通り。なんか、未来昨日死んだって聞いたけど。いや、生きてるな死んでねえな。うん、死んだかも。死ぬわけあってさ雑すぎるだろ。天国行ったって聞いたけど、ね、確かにね。タンズの川泳いだって聞いたけど。そうそうそう、うん、結構長くて、うん、ああ、そうなの、長いんだ。行ったことないの？いや、ないでしょ。ないね、死んだことない。サンズの川渡るときにどういう姿の中身で知らないの？え、どういうこと？いや、カニの姿なんだ。カニ？カニ？いや、違う違う違う、これ渡りカニっていうじゃん。あー、はい、サンズの川を渡るカニだから渡りカニっていう。そうなんだ。それも感覚的には別に無なの？死んでるときは鏡見たときに、うん、まさか自分がカニになってるとは思わなかったけど容姿もカニになってんだ。あ、容姿がカニになってる。容姿が容姿がカニになってる。自分がカニになってる。サンズの川に鏡あるんだ。まあ、で、サンズの川渡り切った先に天国がある、で、渡れたの？渡りましたよ。天国行ったの？見ましたよ。渡るとあの指輪もらえるから、あのワールドシリーズ優勝して指輪翔平がもらったよ。ヘブンズリングそのリングが、うん、あのピピってやるとウィーンって開くから、うん、天国の指輪。そうなんだ。それを持ってない。ルネサンスみたいな。はい、あの十字以降無事になるからピッてやるいや、地獄じゃなくてよかったね。地獄じゃなくてよかった。たつきは地獄行ったって聞いたことあるけど。うん、よく行くよ。よく行くの？うん、地獄って部活あるって聞いたんだけど。あるの？部活はあるよ。え、あるんだ。あるんだね。所属？俺？うん、サッカー部いや、シンプルサッカー。サッカー、サッカー。いや、サッカーあるんだ。え、11人今日は11人。11人対11人。あ、ちょっと小耳に挟んだんだけど、うん、角が性感帯って。あー、これもまたね、難しい話ですよ、うん、人間さ、火星方形とか新星方形とか、うん、これ角もあるんですよ。あ、角も向けてるか向けてないか。そう。え、ズル向け？向けるんだ。俺？うん、ズル向けいいな見え張った？たつき、いやいや、ほんとは？ほんとは？ちょいかちょいかもしれない。見え張ったんだ。見え張ったよ。やっぱ向こうでもズル向けが勇者。いや、やっぱズル向けは強いね。やばそう。あともう一つ噂を聞いたんだけど、うん、うん、ケンスケ口臭いって聞いたんだけど、あの、うん、だからずっと本当？あ、ずっと、あ、本当か。うん、未来ずっと本当。あ、ごめん。うん、作品も講習もずっと本当。あ、そうかそうか。うん、背が縮んできたって聞いたんだけど、それも本当。本当俺 164.8 だったのに、前測った 164.2 だったの本当に縮んでる。本当に縮んでんだよね。本当なんだよこの遊び一生抜けないやんけ、その話をしてた全然渋滞なんかゲームしない？なんかね、ちょっと暇だよね。暇だからやるやるよ、ヤッピー。ヤッピーやる？ヤッピーやりますよ。ヤッピーやろうよ。ヤッピーやっとくか。めっちゃ簡単に説明すると、1から100の数字のどれか配られるから、はい、お題に対してその数字ぐらいのやつを言う。はいはい、見た方が早い。そうだね、見せた方が早い。
今回のお題は、はい、されたら切れること。はいはいはい。これ100に近ければ近いほどブチ切れ、はい、0に近ければ近いほどちょい切れ、まあ、ちょい切れ、はい、切れるのが大前提ね。言ってって0から100に近い順番を4人で揃えられたらハッピーだよね。なるほど。ハッピーゲームですね。4人でこれは協力するゲームだから、はい、ハッピーヤッピーハッピーヤッピーのコールしたいね。揃ったらハッピーヤッピーコールで。なんだろうな。まあ俺から、はいはい、あどうぞ、はい、え親友を殺されたら、ええー、断ち切れじゃん。え超強いよ。だいぶ基準作ったんじゃないですか。うん、強い。殺されるんでしょ。親友が殺される、うん、けど親友殺されたら万華鏡社員が開眼するしな。けど親友いないパターンはどうしたらいいですか。違う違う、そうじゃそうじゃない。あーお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 ー。じゃあ俺言っていい。まあまあまあ、はい、お願いします。自分が髪セットしてる時にぐしゃぐしゃにされて、あー結構やだね。結構やだね。めっちゃやだ。嫌だ。いいね。780ぐらいあるな。これでもめっちゃ嫌だよ。けど俺よりは超えてない気がする、うん、そうだね。はい、はい、あ、どうですか。いいですか。はい。自分でエロ動画を見ながら、うん、G 行為をしてた時に、うん、電話が来る。なるほど、ね、しかも結構高まってる時。ああ、なるほど。まあ、真ん中ぐらい。それを聞いた上でちょっと待って。あつき、いや今硬いと思うよ俺。健介純は、そうだね、そう思う。純が何点なのか。そうなんだよ。そうなんだよ。でも純にとっての射精潰されるのは結構重いかもしれない。結構重いから。特技射精だし。そうだね。特技射精じゃないか。あ、でも特技空飛ぶことじゃないの。空飛ぶことだよ。そうだよって、はい、はい、はい、行きます。はい。スシローに行って、うん、アジのお寿司を頼んで、うん、上の生姜を取られる。あー、超ユーザーね。超ユーザー、まあ、超ユーザーだから弱いんじゃない。弱い弱いよね。あ、じゃあもうさっきのでいいんじゃない。あね、未来俺純たつきじゃない。そうだよね、行ってみよう。じゃあちょっと待って、ほんと大丈夫かな。いきます。はい。僕の数字は、はい、21です。おう、妥当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 。よしよしよし。僕の点数、はい、58です。おお、結構嫌なんだ。平均より上かなって。ああそうか。じゃあ僕の、はい、髪セットを崩された時、はい、69です。おお、あ、まあ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 、だとだとだと、はい、はい、いいよいいよ。70ぐらいね。そう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 。未来です。親友はさすがにこれいったんじゃ、はい、親友殺されたら、うん、切れるとする、うん、25です。お前サイコパスだよ。じゃあごめんごめん。お前マジでってことで、はい、親友を殺されたら切れる度数は、なんと、なんと100点です。うえー、このゲーム100点出たら俺初めて。すごい、100あるんだこれ。すごくない。すごいすごい。待って、ハッピーの前だっけ。ハッピーの前。ハッピー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 ヤピの前でしたね、これな。え、一発で合うの。え、すごいね。やばいね。え、俺ら強っ。あれ気づけば渋滞を抜けています。あれあれあれ、エンディング。いや、マジであ、ガチか。渋滞中に直してるわけだけど、これね、逆に渋滞こんなすぐに受けれるよ。確かにね。めっちゃいい。皆さん、ヤッピをやりましょうっていう。ヤッピと、はい、やるんだ、オッケーオッケー。